こんにちは無法です、えー、今日は令和元年5月7日ですけれども昨日で、えー、5月のリトリートが終わりました、えー、全世界から16人の参加者が来ました10人はわざわざこのリトリートのために,ために海外から来て6人の 日本人も来られました。そして毎年この時期、田植えしますけれども、参加者と一緒に無事、田植えも終わりました。今年は4月、寒い天気が続いたので、地元の農家の方々、もまだ田植え終えてない人が結構おります。安泰時でも稲の成長は、 え少しまあ遅かったので稲は小さかったんですけれどもそれでもまあ無事に終えられて人らだんだん落ち着いた感じです。 山菜も今年は遅い感じですね。ちょうど今からタケノコが出始めてます。えー、わ,らわらびも、えーまあ、出てはいるんですけれども、鹿に食われているものも多くて、うーん今年は、まああのー、電気柵を作ってますけれども、電気柵の範囲をちょっと小さくしているので、えー、電気柵の外の山菜は鹿に やられていることが多いんですね畑や田んぼはちゃんと電気柵では持ってますけれども畑もやはり小松菜などはあまり育ってなくて、えー、4月に一遍雪が降ったせいか塔が立っているものもありますでもまあこれから暖かくなりそうなのでこれから育ってくれるでしょう で私は今、反対寺におりますけれども、もうまた明日大阪に戻ろうと思ってますので、日曜日は、えー、日曜日の、えー、大阪城公園での野外の座禅会をやる予定です。 6時40分から1時間です。えー、19日もやります。えー、26日は、えー、まだ分からないんです。安泰寺に、えー、またここに戻る可能性が高いので、26日はちょっと約束ができませんが。 阪神方面の方々、えー、よかったら来てくださいそして次のリトリートですが7月の6日から11日までですもうかなりの予約がありますけれどもまだ若干空きがありますので、えー、本格的な夏前の安泰寺を体験したい方はぜひいらしてください 5月には田植え体験がありますが、7月は最終日は1日接心があります。7月10日は朝の4時から午後3時まで10時間座ります。ですから、たっぷり座りたい人はぜひ7月のリトリーに来ていただければ。さらに本格的にやりたい人は11月の接心も参加できます。 えー、接心はみんな警戒しているせいか、まだほとんど予約はありません。開いてます。今年が無理なら、来年もおそらく似たような、えー、期間でまた開催しますので、えー、その時来ていただければと思います。はい、えー、今日はこれで。 以上です。リツイートの報告とこれからの開催予定です。ぜひ、いつかどこかでお目にかかれたらと思います。それではよろしくお願いします。失礼します。